お願いします。酒井と岩井で真空キャストといいまして、はい、僕らの大阪大学というところの同級生のコンビでやってるんですけども、最近思ったんですけど、これ僕らってあの大学の同級生なんで、うん、お互いの中学とか高校の時の感じを知らんなって思ったんですよね。あ、まあ確かに知らんな。あ、だからそっか、俺、お前、俺がめちゃめちゃ悪かったこととか知らんのか。何やねん。あ、そうかそうかそうか、もう俺らの代がめちゃめちゃ悪かったこととか。やめろ、俺らの代とか出さない。そうかそうか、新学校やろ。俺もそうやけど、お前も。いやもう俺とか一番やばい時で、もう本当に授業の予習をもう丸々やらんみたいな。全然すごいな。予習なんかせえへんねん。いきなり授業行くみたいな。普通授業行かんとかやから、まあ、でもそれぐらい悪かったらクラスでも中心的な人物になってくれますか。どんなクラスやねん。一軍のリーダーなんか任せてもらえる。なんで予習戦だけで一軍のリーダー、やったんですけど、お前とかはどっちかって言ったらその三軍のリーダーとかやろ。そんなことないわ。三軍のメンバー集めて、お前ら落ち着いて聞いてくれ、わては今日一軍の女子と喋った。言うてへんわそんなこと。二軍入りが見えてきたかもしれない。見えへんねんそんなんで。言うてたよ。違うわ、俺一軍やったよ。嘘つくなって。お前、お前こそ三軍やろ。はいはい、勝ち。三軍やな。はい、勝ち。口で言うな。本なら分かった。どっちがほんまの一軍やったかっていうのを決めようや。決める。うん、だからここが教室としてどっちがどれぐらい盛り上げられるのかの勝負をしようや。何それ、何を言うてんの。だからここに教室があるとして、うん、2人が教室に入っていって、そのそれぞれのパフォーマンスでどれぐらい盛り上げられるのかの勝負をしようやって言うてんの。全然ピンとこね。でも入る教室入る、入るところから でガラガラって入るところからスタートな。朝ね、うん、はい、じゃあ朝になりました。ガラガラ。朝って本当に憂鬱だよな。何や、確かに体も重いっていうか。でもそろそろ酒井くん来る時間じゃないか。そうだよ、酒井くん来る時間だよ。そうだよ、酒井くん来るよ。ガラガラ、みんなおはよう。どうかー、教室の、教室の空気どうかー。ちょっとみんな落ち着いてって。本物の酒井くんだ。男やけど結婚してくれ。ちょっと落ち着いてって。みんなおはよう、岩井やで。いつも行くで。A B C D E Y。え、彼は？あ、あの高3の2学期のこの時期に転校してきた岩井君。おい、どんな設定やねん。あ、大ボリやんけ、俺。よろしくお願いします。よろしくちゃうねん。いや、そうですか。岩井君でなんかスポーツやってたの？あ、俺あのサッカーで全国行ってんの。そうなんだ、岩井君サッカーできるんだ。すごい岩井君、友達になろうよ。岩井君かっこいい。あいつは一人で何をしてる？やってんねん他の生徒。一人でこうなんか。お前もやってたやろ。こうなんか一人でこう。なんでお前だけの能力やねんそれ。なんかあいつが張ってるあの幕は何なん？このなんかキラキラ。シールドやコロナの。自分の世界に入ろうとしてる。違う、お前急にコントの世界に持ち込まない。話しかけないでください。話しかけないでください。これをやってるので。友達と盛り上がってんねんこれは。ピンポンパンポーン。生徒の皆さん、校長です。校長、今日は酒井くんが誕生日ということなので、誕生日パーティーを体育館でやります。何やねん、もうやりたいことだやんけ。それでは生徒の皆さんは体育館に集まってください。ピンポンパンポン。おい酒井くん、早く行こうぜ。わかった、行くから。ちょっと待って、行くから。もうそろそろ酒井くんが来る時間だな。ガラガラガラ、失礼します。どうかー、体育館の全体のボルテージがもうそこからどうかー。それでは教育委員会委員長様より、お祝いの言葉をいただきたいと思います。わかったから。はい、酒井くんはこのクラス、いやこの学校の一軍である。俺の負けでええから。もう終わろう。いや、この県の一軍であると。分かった。教育委員会委員長を代表して、それは宣言させていただきます。そして、いずれはこのね、いずれはこう、この国の一軍になるのではないかみたいなことだと思ってますので、記念すべき日です。本当におめでとうございます。いや、先生、そんな。お前さっきから何もしてへんからな。ありがとうございます。周りが騒いでるだけで。それでは、酒井君に最後、一言いただきたいと思います。もうええて。謹んでお受けいたします。これからは県人不罰の精神で精進してまいりたいと思います。なんで若の花が横綱昇進した時のやつやねん。もうええわ。どうもありがとうございました。